岩手競馬がもっと楽しく好きになる馬の輪、岩手の名馬闘鶏二世。今日は岩手の名馬闘鶏二世について学びます。一体どんな活躍をした馬なんでしょうか。楽しみです。前回、はい、インブリードアウトブリードについて学びましたね。それで今日はアウトブリードで生まれた岩手の名馬闘鶏二世について、タモさんが喋りたがってる。そういうことです1987年に生まれまして、岩手の怪物として活躍した名馬でございます。怪物と言われるぐらいですから、もうよほど強かったんですね。そういうことです。じゃあこちらで説明していきますね。はい、1989年9月デビューします。はい、岩手の怪物とね、後々言われる馬さん、もちろん勝ちます。1着です。1着とっからなんですね。こちらでございます。デビュー戦の後すぐに1年半の休養、怪我しちゃったんですね。すぐ？すぐです。1回しか走ってないんですか？走ってないのに。怪物の予感が全然しないですね。あ、ですよね。そんな闘鶏二世の成績見てください。はい。もうデビュー戦からね、18連勝、当時の日本連勝記録更新しましたからね。ただ相手どうあったんだいと、ね、弱い相手とやったんじゃないのかい。93年8月、みちのく大賞典。みちのく大賞典。そう、あの岩手競馬の大きいレース、重賞レースです。でこの時の一番人気はやっぱりダントツで森ユープリンスというね、当時のチャンピオンがいたんですね。だからもう第一戦と戦ったわけです。特に結果、森ユープリンスを差し置いての1着。おお、すごい。だからもう本当に強い馬なんだってことがこれ実証されたわけです。でその後の活躍はもう素晴らしいものでございます。見てください。通算成績どうなっちゃうんですか。こちらでございます。43歳で戦いまして、はい、39勝、はい、2着3回、3着1回。すごい。功績をたたえまして、2000年から闘鶏二世記念というレースも今もね、やっておりますね。一個だけ悔しかったことがあるんですよ、はい、95年、マイルチャンピオンシップ、南部杯。南部杯、これは全国との交流戦になります、うん、はい、でやっと中央競馬とエリートたちと戦えることになったんですね、うんうんうん、ただ、その時もうすでに9歳、ピークを過ぎてたんですね。この3着1回がこの南部杯なの。悔しいですね。悔しいぞ。これは交流戦がもっと早く行われていたら。いや、これから生まれてくる大馬さんもですけど、これから名馬すごい期待できますよね。来週も馬の輪見てね。